ご飯というかちょっとおやつ感覚食べていただけたらなと思いますので、ね、ご飯には合うと思いますよ。はい、本当はご飯も入れたいぐらいなんですけど、はい、そうですね。まあ、でも色味が大きいじゃないですか。まあ、なの で、ご飯は売ってないので自ら持ってきていただいて茶色うちのワンコはカニカマライクです。カニシウム増量してほしい。確かに。チカちゃん配信してる。お。おにぎりだけ売りに来ていいですか。本当に。全然売りますよ、おにぎり全然売りますよ。エメロおにぎり作れる？作れます作れます。おにぎりは作れます。具は何が好き？具は、からし明太子ですね。はい。塩と砂糖は間違いません。安心して。そう、ベタなもので、なんだかんだゆきさんはあの味が美味しい。ピンクじゃない。エメロは味も見た目も美味しい。はい。何？ピンクは貯金たまらないって。どこ情報ですか？
料理配信ねしてみたいんですよね。うんね、本当に彩香ちゃん手品できる？手品できるよ手品もできるよ。おしりさんちのキッチン、あ、ダメでした。おしりさん NG 出たんで、狭いからダメって言われました。はい、そう、でもそんなことないんですけどね、別に。ちかちゃんの何か大写し受けた、ごめんなさい、わかりません何何、ちかちゃんなんかやらかしたの間違えて追記したやつ、大好きを大寿司めっちゃ面白いじゃん。見たかった。追記したんでしょ、もうちかちゃん残してよ。おもろいじゃん。たくさんの人がスクショしてました。探せばある。追記しに厳しい、やめろさん。追記しに厳しいよ、自分も追記するけど自分も追記するけど、私はなんかあれですね、まあ、5時もそうですけど、なんか変換、なんかその行の変換っていうのなんか気になっちゃって消しちゃったりとかしますけど、まあもうね、なんか厳しいので、追消しに追消しに厳しいので、ツイッターに投稿する前は他の誰かに確認してもらったりしないね、基本は。だからかな、あ、そう、開業、開業です、間違えた。そう、気になっちゃう。ボス消しっていうの、なんか私はついていけてないの初めて聞いたぞ。ツイ消し、まあ、ツイートでもないもんね、ツイッターじゃないから、ツイ消しじゃないもんね。ツイートがポストに名前変わりました。あ、そうだ、確かにこう押すときさ、まあ、ツイートっていうかポストしたいときポストって出るから、ポス
すけしっていうのね、すごいいろいろ変わってるね。まあなんていうの、仕組みは変わってないからあれなんだけどストレート、ストレートな方がダサいよねっていう人がいて笑っちゃった。まあね、なんか追消しっていうのがすごい慣れてるからね、慣れない感じなのかな。まあまた慣れてきますよね。まあ何ヶ月か経ったらきっと。お、ありがとうございます。内公演ということで、はい、来られる方は、雨なのかな明日名古屋、わかんないけど。